口し付け根にコブ状の黒いラシ粒がある水生植物を設置するコブ白鳥のつがい。コブ白鳥のスポーリッシュ個体コブ白鳥はカモモクカモカ白鳥族に分類される鳥類で白鳥の一種。日本には本来分布していない外来種。ヨーロッパ、中央アジアを中心に生息する。繁殖のため渡りをする。中国東部や朝鮮半島で越冬するものもあり。 1933年11月には、八条島まで名庁としての記録がある。日本では、北海道から九州まで各地で記録があり、定着している地域もある。他にも北アメリカ東部、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドなど世界各地に移入されている。全長約150センチメートル。私有動色であり、全身白色の大型の水鳥である。 扁平なくちばしはオレンジ色。くちばし上部の付け根に黒いコブのようなラシ部があり、名前の由来になっている。ヒナの羽毛は灰色のことが多いが、白色の個体もいる。この灰色の変異は一部に信じられているように、性別による灰色の際ではなく遺伝的多型で、死由に関わらず、同じ親から白色型も灰色型も生まれる可能性がある。 原産地のヨーロッパでは東に行くほど白色型の頻度が高くなることが知られ、このため白色型をポーリッシュと呼ぶ、マコモなどの植物を食べる、餌付けされている個体もいる、水辺にヨシや水草を積み重ねて大きな巣を作る、産卵数は5から7個程度でメスが放卵する、日本では1952年にカイドリとしてヨーロッパから移入したものが公園や 動物園などで飼育された。しかし、飼育個体の一部が野生化し、各地に定着している。1975年に、北海道の大沼国定公園に都会が、観賞用に導入され、生まれたヒナのうち7羽が1977年からウトナイコに定着し、1978年から繁殖を始めた。ウトナイコの個体は、 茨城県霞ヶ浦に渡り越冬していることが確認されている。鹿児島県のイムタイケでは約50羽、山梨県の山中湖では約20羽が周年生息している。オーストラリアでは1886年から1920年代までの間に移入された。現在でも多数の繁殖コロニーが存在している。現在のところ、 重大な悪影響は報告されていない。しかし、他の鳥類や植物に影響を与える可能性が指摘されており、例えば大オオクイとの生息地をめぐる競争が挙げられる。映像機には強い縄張り行動を見せ、ウトナイ湖では1988年から赤い理解つぶりが繁殖期に見られなくなった原因に、コブ白鳥の増加による影響が懸念されている。霞ヶ浦では、 レンコンや在来植生を食害することが問題になりつつある。愛知県は自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例によって本州の放築を禁止している。リースとコンサーにある程度の距離まで人間が近づくと鳥に攻撃されることがあるが、このような鳥の行動は育数中の親鳥によることがままある。コブハクチョウも例外ではなく、 親鳥はヒナを守るために人間に攻撃することがあるが、このような行動は親鳥の立場から見ればヒナを守るための防衛である。白鳥は巨体を飛行させるために翼の力が大変に強い上に水辺をテリトリーとするため翼で殴って混沌させた人間の頭を上から水中に押さえつけて殺害してしまった例すら記録されている。 コブハクチ白鳥の大きさでこのような行動を受けた人間は驚くため二次的な被害が発生することもある。北海道ウトナイ湖では地元のバードウォッチャーがコブハクチ白鳥から攻撃されて骨折する事故が発生したことがある。白鳥の中でも優雅な姿が好まれ古代ローマの頃から飼育が始まっていた。中世では王の鳥と称えられた。西洋では古来より 白鳥が鳴き声を上げるのは、四季が迫った時だけという俗信があり、本種はそれにちなんで、ミュートと名付けられた。最も実際には全く鳴かないということはなく、必要に応じて様々な鳴き声を上げることが知られている。イギリスでは、伝統的に高級料理として、白鳥の肉が供されていた。12世紀にはイングランドに生息する白鳥はすべて、 王家の財産とする法律が成立し、白鳥を傷つけた者は反逆罪に問われた。この法律は現在でもイギリス王室に引き継がれており、イギリス国内の古ブ白鳥を含む野生の白鳥はすべて王室の所有物とされている。シグナスあるアデンマークでは国鳥に指定されている。日本では五円普通切手の遺書になった。ありがとうございます。